いますけども。あ、じゃあちょっと私持ってきますので、今やっといてくださいね。そう、俺も持ってくればよかったわ。そうですね。はい。さあ、始まりました。でまだ視聴者はゼロ。ゼロというかね。はい、これから Facebook ライブの第2弾を始めていきたいなと思いますが、お一人の方、視聴いただいているようで。今、そうなんですよね。まあ、ストリームヤードというふうなサービスを使ってのライブ配信をするときに、まあ、誰が参加してるのかなっていうのを多分ね、別な画面で私多分見ていったりとか、自分の Facebook ページを見たりとかしないとわかんないのかなっていう感じがしてですね。お待たせしました。お待たはせしました。い、ありがとうございます。ちょっと、わお。お待たせしました。やばいな、これ自分ちょっの。と待ってくださいね。シェアします。はい。そうです、そうです。そうそう。ほら、自分のページをまたね、別な、なんだ、このブラウザっていうかね、インターネット見るプログラムで。あ、大丈夫、はい。はい。ちょっと待ってください。あれ？イヤホンが反対だ。さっきまで先生と喋ってたんでね。はい。ちょっと待ってください。いいですよ。ちょっと待ってください。私の Facebook に出てるかな？あ、出てる出てる。いますか？またシェアと出てか。ます。うん。はい。あ、出てます。出てます。お待たせしました。開始、今1分30秒で、はい、9はい、人ぐ1分らい30秒。いらっしゃったり。もう10人ももう来てくださってますか。そうですじゃあね、またはいつも通り乾杯から始めましょうか。じゃあ、ほら、誰も画面に映ってないのは放送事故になってしまうので、私のところ、今日はアルコールだけですね。この私のところ。アルコールではないんですけどね。すごいな。皆さん、こんばんは。柴犬先生を待っております。今日はスペシャルなお話が聞けそうですので、皆さん楽しみにしてください。はい、戻ってきました。はい、ありがとうございます。今日はちょっとアルコールなしっていうかね、飲んでな くなて。しあ、です。そうです私もね。です、これ。はい。これ、あ、私メも。カ、リアルゴールド。ここに繋いでくる。あ、そうだ。いや、ちょっとね、さ、ユニクロって出ちゃってるんだけど、いや、中身は関係ない。あれです。実はのプログラム今日が、も。まずは乾杯してくださいね。はいはい、ありがとうございます。乾杯。ということで、おはい、疲れ様です。ありがとうございます。今日もありがとうございます。リンゴジュースなんです。炭酸リンゴジュース。また、フェイスブックとかにですね、パラダイス酵母っていうの、そういうのを使った。リンゴジュースの炭酸発酵するのかな？はい。私はリンゴジュース。さすが青森。です。今日はエネルギー使うかなと思ったんだけど、これです。また楽しくお話ししたいと思いはい、まこちす。らこそです。皆さんももしよかったらコメントどんどんお寄せください。そうたくそうそう、さんの方が。もうこちらです。ほら、あ、いつもだ、いつもありがとうございます。乾杯。そう。あれですよ、りもうがとうございます。こっちの話でもコメント見ると私忘れてましたからね。OK です。ありがとうございます。乾杯ですね、乾杯。はい、乾杯。ございます。ありがとうございます。じゃあですね、もういきなり始めましょうか。オッケーです。はい、OK ですか。テーマその1。はい。ちょっとね、さっきも話してたんですけれどもね、はい、私、今です。年1月から、個性心理学の講師として、どんどん営業してたんですよ、滋賀県内。そのね、やっぱさっきもちょっとね、始まる前に話したんですけど、まず営業されるっていうこと自体がやっぱ私から見てすごいなと思うんですよね。うん、でもね、やっぱりね、いろんなき、あの、組織でお仕事させていただいてて、やっぱり実際に会って、自分っていう存在を直に見ていただいて、お話をさせていただくっていうのが、やっぱりね、本当成果につながるなって感じたんですね。だからもう、滋賀県内1日で5件から7件ぐらい飛び込み営業してました。俺ね、多分ね、前もね、まあ、いろんなこう私をリアルに知ってる方とかね、講師なんかとか、は
ってる方もね、あれですよ。もともと私も、初めて社会人になって、はい、やたらコピー機の営業だったわけですね。あ、はいはいはい。コピー機の営業の日々はもう毎日もう、なんだろうね。ほら、もう過去回想型だから、断られないイコール失敗、断られないイコール失敗みたいな感じで、もう、もう全然もう、飛び込み営業なんてもうイメージできないみたいなね。うん、いう感じ。なんかね、うん、断らせないんですよ。断るとかそこで何かをしないから、はい。そう、種まきみたいな形、飛び込み営業が。そうね、種まきを分かるんですけどね。普段やってること自体が 種まきだなっていうイメージはあるんですけども。そう。私、武井先生のための種まきと私は違う。そうだ、飛び込んで種まいてくるとかさ。まあ、飛び込み自体も種まきなんですけど、そう。でも自分の中でそのやってるイメージが湧かないというか。うん。だから、金さんとかそれができるイメージとか、でも行ったってこうという、多分イメージって湧くというか、それを作り出せるというか、いう感じであれば多分、やりやすいなって思う、ねうんうん。そう。はい。そう。でもこれ、続けましょう。そう。はい。そう。だから私が、ターゲットとしてたところは、その方たちは、多くの人が SNS は見てないから。飛び込むしかないんですよ。はい。で、まあ、SNS やってるところとかはね、もう見てるし、そういうところでもすでに情報を自分で見つけに行ってるっていうかね、取りに行ってるので。そうですね。うん、じゃあもう、うん、でも、逆にこういう仕事してると、やってない、見てないところの方の、まあ、うん、オンライン、オフラインで、まあ、オフラインの世界の人たちみたいなさ。そう、そういう人たちって多いんですよ、まだ。そう、多いです、そうです。うん、だから、うん。そう。だから、本当にその人たちに知ってもらおうと思ったら、飛び込むしかなかった。うん、確かに。うん、だから、私の今年の手帳、まあ、もちろん、キャラナビ手帳も持ってますけれども、はい、ね、やっぱ2冊使いしてるんですけれども、うん、こうやってここにはもうどこどこ行った、はい、リストアップがすごい。それを潰していく。うん。で、その潰していって。誰が仕掛けるってリストアップ必要だなと思うんですけども、自分のね、はい、リストアップっていうふうに、もうリストアップの言葉すらないんですよ、うん、自分の。そうですよ。普通そうですね。やろうとか、うんそういうこと必要だよね、うん、とすら思ってない人間なんそう。でね、うん、まあ、私はこんな感じでリストアップして潰していく。すごいっすね。わかんなくなるから、どこ行ったか。それで。そっち、まだ忘れて、また同じとこに行っちゃうみたいな。そう。でね、それでまだ、まあ、あちこちの会社さんに訪問します。まあ、そのついでに行けるような自治会で婚活イベントされてるところもリストアップ、ピックアップしといて。うんでそこで情報収集しに行くとかっていうのは1ヶ月に、うん、1月2月してたんです。すごい素晴らしいですね。いやそれでも絶対種まきしても早くて3ヶ月で1件出るかな。うん、半年やって2、3件出るかなっていう感覚だったんで、うん、自分のお小遣いは自分で稼がないと嫌なんでね。うんはい、でまあいろんなところでまたアルバイトさせてもらったりとかしながらやってたんですよ。で、まあ、そのアルバイトするにしても、やっぱり自分がちょっと得意なことやった方が、はい。いいかなって思うので、はい、まあ、接客とか、まあ、そういう関係、人と、まあ、出会うとか、人に説明したりとか、はい。そういう仕事をよくしてたんですけれども、うん。それがもう一気になくなったんですね、コロナの影響で。ほら。もうね、もう、エミさんは、もう、バカるってね。ありがとう。もう一気になくなっちゃったんですよ。はい。それで、いや、私は普段ですね、講座に来てくれた人に、うん、自分がやりたいことが分かりませんっていう人が多いじゃないですか。多いです。多いですよ。好きなことが分かりません。そうじゃなくって、自分ができることを見つけて、それ一生懸命やってる間にそれが好きになるからねって。で、柴犬先生のね、またこの DVD、私も何回も愛聴したんですけれども、あれもう今はもうね、非売品のあの幻の一品です、ね。非売品がもう非売品じゃない。完売したそうですよ、この DVD。幻なんですよ。はい。だってほら、ね、今、もうここにぶち込んでくるかって、ちょっとそこ想定外だったんですけど。またぶち込んでくる。まあ、ご存知通り、名古屋本部に所属していて、まあそこら辺で、ねうんうん、本部に移籍をしてってね。で、その名古屋本部にいる時のもう何年前ですもんね、それ作って、うん、そうです。でも
なのでね、でもすごく、すごい。また名古屋に作ってくださいってお願いして作ってくれるのかどうかね。うん、いやいやいや、素晴らしい内容なんです。はい。うん、素晴らしい内容で、ね。ね、ありがとうございます。1時間半にギュッと、まあ、1時間半でしかないね、1時間半 ?1 時間。1時間半だったかな、うん。ただ、うん、そう、4文字熟語とかで、私たちの性質とかね、特性を表してくださるのすごく分かりやすいんですよ。誰にでも分かりやすいんですよ。男性にも分かりやすいと思います、多分。ありがたいです。うん、だから自分がやりたいことが分からない、見つけられないっていうね、女性の方たちには、はい、先生の話、元にして、ね、うん、こういう6次分類の表で、リズムとか、はい、レールとかでヒントをお話ししてたんですけれども、はい、でも私も含めてなんですけれども、はい、いくら特技だよとか、特性があるよ、うん、あなたにはこんな素晴らしいことがあるよって言ったところで仕事がないんです、今。ああ、ね。何したいですか、これしたいですかとかってね、言うのにこう見つけていこうとかでさ、その行動に起こそうと思って起こしたとしてもね、そもそもの仕事がないんですよね、うん。仕事がないですよ。うん。ね、じゃあこれからどうしたらいいので、私たちもどうやってアドバイスしてあげたらいいの、はい、で、まあ、私自身が、うん、このコロナパニック後をやってみたことが、あ、自分ができることがもうなくなってしまった、はい、例えば、まあ接客業にしたって、まあ、一時的なものではあるかもしれないです。これからまた、はい、感染が広がったらまたお休みになっちゃいますよね。ね、だから、あ、もうできることもできなくなった、うんね。動きがある、お金の動きがあるところで仕事見つけないとって思ったんですよ、私。はい。うんうん、今度は。でも、はい、それを5月にやってみたんですよ。やってみた。この5月。ちょうどね、今日で終わりです。事務員さんの仕事やってみたんですよ。はい。事務員さんの仕事やってみたんですよ。はい、私は事務員さんの仕事が本当にできないんですよ。やってみた結果できないと。できないんですよ。だから得意なことなら30分でできるんですよ。レクチャーを受けて1回やってるの見せてもらったら、はい、もう次そのもうものにできるんですよ、自分は。できることは。だけど、はい、事務員さんの仕事はね、いや、柴犬先生横にいたらね、もう、苦笑いの連続だと思いますよ。もう、それくらいできないですよ。ありますよ。だって、なんだろうね。俺も多分イメージ湧かないっていうかね。まあ、男でまた事務員ってさ、いないわけじゃないけども、多分 ね、事務的な仕事って多分ね、多分イメージできない。自分でやってるイメージが。いや、うん、いや、そのね、そのね、柴犬先生が言うね、できるっていうのと、なんかちょっと多分違うと思う。もうレベルが。なんか、それができないっていうことが理解できないと思う。だって本当にだってエクセルで行を入れるって、はい、あ、3行入れれるなんてこうやってするのかってこの間気づいたんですよ。ああ、なるほどなるほど。だから、はい、エクセルでね、1行入れるのはできたんですよ、今まで。はい、それを3行入れるのがこうやってするのかと思ったんですよ。今までは。ちなみに、なんだっけ、エクセルで、まあ、1行普通に打てば打ちますよね。それは3行にするってことですよ、はい。3行分打ち込むってことですよね。産業挿入するっていうこと。はいはい、空白の何にもないあの行を、エクセルで産業挿入。はい、急に、重くなったぞ。大丈夫ですかっていう、あれが聞けなかったって聞けちゃった。わかります？その、なんというか。今この産業挿入する解説のところだけ急に回線込み始めたのが、もうね、ほとんど画像変わってる。やばかった。はい、まあ、それが、何かの別にエネルギーも出ても、それぐらい苦手なんですけど、みたいなさ。何がエネルギーで、映像さえ止まってしまいましたよ。はい。そうそう。それぐらいオーラが出たのかもわかんない。はい。できないんですね。まだ止まったぞ。今日どうしようかな。回線が。回線がおかしくなった。私映ってます？あ、でも今戻りました。父さん？今戻りましょう。大丈夫です。はい。徹さんもゾウさんですか？
あれそう、高橋さんも、うん、香織さんもゾウさんで。香織さんもね、できん。ゾウさん。ゾウさん。できないって。そうです。そうでしょ？はい。うん、だからね、例えば、私が何を30分でできるかっていうと、こう、例えば、情報をもらって、はい、それをお客様に説明してくださいっていう、そういうお仕事があったりしますね。ありません。そんなんか、もう、情報をもらったら、次の瞬間、口から勝手に出てくるんですよ。うん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 。情報をもらいました。これを説明してください。これを説明してください。こういう飲み物ですって情報をもらったら、はい、もう口から勝手に出てくるんですよ。お客様目の前にしたら。はい、だけど、うんうんうん、事務作業に、うん、なると、1ヶ月やってもできないんですよ。やっぱその、なんだろうな、こう、まあ、まあ、もちろんその、興味っていう言葉では片付けられないんですけども、やっぱこう、何かを作るというか、うん、データを入力して、結局その何か書類を作るっていうものなわけですよね。とか、まあまあ、全般ですね。うん。うん。入力してるみたいな。あれ？うん。そう。はい。だからね、やっぱり私がこの5月終わって行き着いてるのが、はい。やっぱりできることを頑張らないとダメって思ってるんですよ。そうですね。なので、本当そうですよ。やっぱりほら、できない、結局ね、個性心理学を知る前の自分とかも、できないことをできるようにする努力ばっかりしてきてるわけですよ。ああ、そう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 。ですよね。でも、これってゼロから1にする話なので、じゃあこれのゼロから1っていうのが、一番難しいわけですよ。ここだから、で、1ヶ月でできるのか、3ヶ月なのか、半年なのか、これね、1年、3年、5年かかる場合もあるわけですよ。ね。でも、個性心理学して自分の得意なことっていうかね、まあ、それもやりながらじゃないと見つからないんだけども、でも、ここの自分の個性に合ってるものって、先の30分で、はい、伝えれるようになりますよとか、で、1日2日で、はい、できるようになりますよとか、まあ、圧倒的にこの、なんだろうな、できるというふうな状態になるまで、短い時間でやれてきたものって実はいっぱいあるよねってことなんですよ。そう、そう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 。今までの、ね、なので、そうですね。うん。なので、すごくなんだろう。なんか、つい最近これを講座とか、なんかセッションでこれちょっと気づいて話をしだしたらですよね。うん、同じようなこと。うん。すぐできること、うん、うん。すぐできることって、まあ、個性にすごく合ってるもの。だから、すぐできるもの。そう。かつ、そう。それをしててあまり苦にならないというか。そう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 。それを家族理解していけば、それはその自信にもなるし、なので、そういうものが今までなかったかなっていうのを、過去振り返って探してみると、結構これからも自分がこれからやっていく仕事っていうものに関しては、結構いいヒントになるかなと思うんですけどね。そう。はい。本当にそう。本当にそうです。だからね、私もね、以前は、はい、以前はですね、はい。なんかこう、指導とかする立場になると、はい、できない人を指導するとね、もう体に異変が来てたんですね。体に異変名簿できたりとか。ほう。体にもう目に来ます、目に来ますね。やっぱゾウさんだからかわかんないですけど。ゾウさんね。ゾウさんやっぱり目に来ます。やっぱ目に来ます。常に目の奥がいて、うん、目の奥がいて。目に来ます。目が来ます。目に来ます。目の奥がいて。うん、だけど、今度はね、逆にね、今、私が向いてない仕事をすると、周りの人をそうさせてしまう。その状況に。これはやばいと思ってね。向いてるやつも、ね、向いてるやつもいいけど、それが周りに悪影響を及ぼしますみたいな。うん、周りのそのイライラが上がってますみたいなね。うん、そう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 。で、私も逆の立場だったときは、自分に体の異変が来たけれども、逆に私が向いてないことをすると、はい、周りに体調不良させてしまうなって。ですよ。だから、やっぱりね、またここで出しますけれどもね、はい、この、はい、DVD は完売だそうです。はい、完売です。だから、はい、受けたいなっていう方いたら、私も受けたいので、一緒に受けましょう。やっぱりできることを頑張る。で、で今の、例えば接客が得意ですとか、ね、人に何か説明するのが得意です、得意です、営業が得意ですっていう方は、うん、やっぱりね、そのものを変えちゃダメなんだな。
やり方を変えていかないとダメなんだなっていうのに今もうすごい行き着いてます。はいはいはい。うん、やり方。やり方。例えば飛び込み営業が、営業職をしてる方は飛び込み営業が得意な方が多いと思うんですけれども、はい、多いんですけども、だからそのやり方を変えていかないと、かなりエネルギー使うんですけれども、うんうんうん、洋服売るにしてもね、何にしても、はい、やっぱりやり方を変えていかないとダメなのかなとか思ったりしてるんですよ。だからその職種とかはやっぱり変えてはいけないなって。うん。うん。だからその方向性、はい、だから、柴犬先生のこのおっしゃることから、はい、やっぱりブレちゃダメだっていうことです。ありがとうございます。いますけどね、こうやって。だいぶ DVD オスですけど、まず完売しているというね。これ押してますけど売ってないんですよこれ。誰かお近くの人をねこう検索してください。検索して持ってる人は一緒に見るとかね。まあここであるんですよ、うん、もう今さこれすごくさ、もう今ふって思ったことがあって、ほら今今日はストリームヤードってサービス使ってますけども、実はその、はい、ズームで画面共有できるじゃないですか。画面共有で動画を共有できるわけですよ、はいはい、うん、はいはい、できますね。で、音声もちゃんと流して。なので、あれでこう、うん、一緒に勉強するみたいなさ、ことは結構できるんだろうなと思う。うん、いいですね。はい、でした。はい。でも、そのオリジナルとオリジナル。やっぱり。はい、いいですよ。OK です。DVD ないでしょ、でも。俺自身が自分でどこ、あったっけなと思ってさ。だからさ、あるでしょ。自分で持ってたものすら多分売っちゃった気がするの。あれ。だから、自分の手元に在庫ないって言って、ああ、そっか。どうしたって言って、あら、どうしようかなと思って、あ、これまた頼めばいいやと思って、うん、自分の分をちゃんと綺麗にして、なんかお送りした人がいたような気がする。なので、多分自分の中、家に多分ね、その DVD ないような気がする。いや、まあまあ、でもね、内容はもうアップデート、日々アップデートされてるでしょうから、なんで、あれ、もし今日の、アップデートしてそうで、ケムさん、アウトプットしてないと忘れるっていうか、やっぱり知識情報もコンビニ、なんだろうな。うん。まあ、結論何言いたいかというと、あんまりリズムとレールの話をする機会がなくなってきてるんですよ、実は。ああ。なので、すごく錆びついてるなって感じがします、最近自分の感覚で。いや、そんなことはないですよ。その DVD で言う四字熟語を使ってるじゃないですか。四字熟語はすんなり出てこないの。そういえば全部の全部に四字熟語がね、当てはめてるわけじゃないんだけども、最初前半の方で四字熟語を使いながら、こういうイメージですよって言って、また出てこなくなって、また出てきたりとかさ、あるんだけど、その四字熟語がまず、パッとすぐ出てこないもんね、俺が。それぐらいタイミングというか、機会を最近、うん、作れてないなと思うんですよね。うん、いやこれはね、でもね、今だからこそやっぱり広めていただきたいですね。ね、皆さん勉強しませんか、うん、一回、はい、ね、またよかったら、ね、リカさん、柴犬先生、お久しぶりです。はい、もうご覧になりありがたいですね。はい、ね、まだね、コメントもね、行く川の流れは絶えずして、しかもすごいですね。素晴らしい、さすがだ。いかに簡単に言うかって、簡単に簡単に言ってない、まずこういう言葉を覚えてないっていうね。なんだろう、こう。まあ、そう。でさらに大丈夫。またリアルに戻る、頭フル回転。そう。やっぱりアウトプットして出てこないでしょ。で、起きた、高見さん。大切なことだけ残ってる。ありがとうございます。もうありがたいですね。はい。何の国。あれ、高見さんって、はい、はい、高見さんって今日石原先生のフェイスブックライブ見てらっしゃいませんでした？違うかな？見てたんじゃないかな？違うかな？同じ方かな？うん、多分面白かったですよ、今日の石原先生のフェイスブック。名古屋の講師仲間なので、多分見てたんじゃないですかね。あ、そうですか。はい、です。あ、そうですか。はい。津軽弁なので、どこ行っても津軽弁ですよ、もちろん。津軽弁しか喋れないですから。はい、ですよ。で、また、戻りながら、またそこに戻りながらの今日のテーマ。はい。コロナ時代の仕事の選び方。はい、また戻りました。はい。だからまあ先生ね、柴犬先生は、最近ね、この話してないっておっしゃいましたけれども、
でもやっぱりここからブレちゃダメですよね。どんな時代になろうとも。そうです、そうです。で、やっぱりその、なんだろうな、ね、そうです。やっぱ結局自分に持ってる、よりね、やっぱこのコロナ時代の仕事の選び方ってなった時に、より個性というものにやっぱフォーカスする必要があるというか、うん。結局、なんだろうな、うん、もっともっと自分の個性というものを活かしてみたいな。うん。あ、ちなみにね、高見さんから、はーい、いたよー、みたいな。あ、やっぱり。はい。3番選んでませんでした。私も3番選んだんですよ。丸3って言いながらね、これ丸3間違ってて、丸1チーターだよ。これね、一番のチーターですよなのに、なぜか丸3って言うんだよね。あ、そう。あのね、石原先生の Facebook ライブで、1、2、3と選択できたんですよ。あ、そういうこと、そういうこと。その3番は、うん。私も3番選んだんですよ。なるほど。3番を選んだ一番のチーターですってことですね、多分ね。そっか。そういうことです。はい。だと思います。はい。だから、そうですね。だから、みたいなね。うん。だから、やっぱり、こう、生かすときに、さっきの、なんかこう、今までの経験上、ちょっとやっただけでできたよね、とか、いうのが、あの、10種類のリズムだとか、レールとやっぱり結びついてるというか、うん、関連性でどっかにあるよね、ってことなんですよね。その、やっぱり取り組み方みたいなもの。だから、やっぱりこう、リズム宝石さんの高代さんとかであれば、うん、やっぱりその、自分磨きみたいなテーマもありつつ、なので、自分が高まっていくっていうは、うん、ほら、って前もね、お話しした。私もほら、レールがワイド鉱脈。そして、リズムが宝石。じゃあ、金属だよねって。じゃあ、結局金属って、研ぎ澄ませていくというか、精錬させていくっていうね、鍛えていくみたいなことが必要になるよね。ですよ。鉱脈は、叩かれて叩かれて強くなるし、みたいな感じだしね。でも、宝石は叩いたら割れちゃって、磨くやり方だよね、みたいな。結局、どうやっても高めていくみたいな。研ぎ澄ませていくみたいな。この研ぎ澄ませる感覚が劇的になりますけど、みたいなさ。いやー、さすがですね。この柴犬先生のやっぱりでも、すごいですよ。そういう感覚を自分の中にちゃんと持ちながらというかね。じゃあ、今やってるこれって自分結構高めるんだよねって。ただもう、ただ慣れるの分かってるとか。だからね。で、なった時に黒表もあるね。ちょっと柴犬流で見ると黒表もあるから、そのただ慣れる多種が、かっこ悪いと思って、え、こむんだけど、鉱脈でさ、鉱脈のワイルドで何クソってまた思うわけですよ。ただこれで落ちてるけども、なんだやってるね。うん。で、ですよね、まあ、エンジンというかね、こう、高め方みたいなのが出てくるし、まあ、あれ、高見さんって前も聞いたんですけども、レールって何でしたっけ？マイペース。私？マイペース。マイペース。で、あれはやっぱり、あの、体重か。だから木の要素だと、はいですね、はい。石の強さ、信念みたいなものとか、ね。で、うん、いうふうな。うん。やっぱりそういうようなものがちゃんと目に見える頑固さなのか。その目に見えるような頑固さを持つ体重なのか、目に見えないけども頑固だよ草花さんみたいな。でもやっぱりそういうな、ね、いう芯が通ったというかね。結局石の強さみたいなものがない体重草花さんって、どう、ちょっとやっぱそうじゃね、なんからしくないよね、みたいな。ね。うん。受けている。受けてないと、やっぱりこう、ね、自分の中にあるいろんな歯車が噛み合わないというか、感じになってくるよね。うん、自分の場合はほら、リズムが対応なので、ね、やっぱり喋ってないとというか、うん、何か結局伝える。伝達、本の伝達、うん、伝達ね。うん。というふうな感じ。あ、でもあれですよね。はい、あの、徳尾さんって、マイペースであれば、体重草花の木のグループって、守備本能って実は守るっていうとこ強いですよね。やっぱ自分で決めたものを守るとか。何かを守るとか。でも、宝石は今度攻撃なので、攻撃と守るのかも。そうそう、うん。どっちも兼ね備えてるんで。攻撃そう、だから、攻守のバランスをうまく取る、ね。守るところと、だから多分、意志とか決めたことを守るみたいな守るなんだろうけどね。あとほら、草花って動けないから、結局、はいね、あの根っこ張って動けないから、こそ守るしかないみたいなこともあるでしょうし。ただ、決めたことを守りながら、うん、そして、こう、磨くみたいなね。ただ、すべての行動がそこに繋がっていってるみたいなイメージができたりとかね、すればいいんだろう。そうですね。プラスアルファで、なんだ、あの、まあ、ね、なんだろう、一応、細木和子の六星戦術のあっちの見方もちょっとプラスアルファすれば、ほら、私も、ね、高橋さんも火星人なので、火星人、ね、火星人だよね、火星人。金星人ですよ。デリケートな像だったね、デリケートな像だった、間違った。そう、
デリケートワークはまた金星人だもんね。はい。そう。でも金星人。でも金星人だけど、はい。多分、ゲッターズさんで言えば同じ、はい、え同じかな、え違うか、はい、あ、違う、違う、違う。でもあれですよ、あの、デモっていう話でもないんだけど、これが違う。あの、18番のデリケートの像は、まあ、あの、ほら、マルシバ犬流の、横で見る、ね。出しちゃうけどね。そうそう、横で横で横で。でも、であの、デリケートの像さんはみんなの優雅なペガサスがどっかにいるよね、みたいな感じで考えれば。あー、なるほど。うん。なので、ね、やっぱりもう、うん、やっぱりどっかで伝えることって好きなんですよね。はい、多分、多分、多分。表金星人、でも裏火星人みたいな感じのイメージなので。そうなんや。表ほら23番だから、表火星人。でも裏ちょっと53番っぽいところがあるので、あの表そう。それ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 。おお、またそういう見方も教えていただきたいですね、先生に。皆さんいかがですか？あ、いや、皆さん、視聴者の皆さんに聞いてる。そうですね。ね、いい先生、金属なんかあったかな。エミさん、ほら、あの、19番の放浪の狼なので、金星人。うんと、タカミさんも1番なので、なんだっけな、うんと、ね、土星人とか、土星人。あ、土星人。あ、そうなんですね。エミさんのペガサス、何から来たのペガサス。28番、どのペガサス、俺が来たの。違う。あ、エミさんもね、私も無意識のペガサス。無意識のペガサス。あの、これ、本当だ、真剣にやり始めたら、本当にこの時間でまた収まらなくなるし、まあ、完全にもう今テーマから外れちゃってるんだけど。はい。いや、でもね、なんかまとめると、うん。うん。うん、まとめると、やっぱりブレない。ここからブレない。うん。こんな時代に来ようとブレないし。そうです。あと、まあ、入ってくる。ブレないってことですね。で、多分ね、あの、リカさんは多分ね、53番の黒ひょうにも反応したと思います。リカさんが53番の黒ひょうさんなので、多分そこで入ってくる。なるほど、なるほど、なるほど。そうか。したんじゃないかなと思います。そう。まあ、高山さんもおっしゃる通り、やっぱ、ブレないというか、自分にあるものを、というね、自分にあるものをちゃんと分かって、うん、この範囲、この範疇だけで十分なんですよってことなんですよね、実は。そうですね。でもこれもでも実は知らないで生きてきたりするので、だから、うん、なんだろう。で、ちょっとここでね、話ずれちゃうんだけども、うん、結構自分の中にある気質、でも真反対の気質って自分の中に持ってたりするから、常にどっかの自分の得意なことを能力使ってると、一方では、それを満たせないというか、同時にこの自分にある個性を全部満たせる人ってほとんどいないので、ああ。このもやもや感っていうのを何やってる時にこのもやもや来るみたいなことがちょっと分かっておくと本当はいいんだろうなと思うんですよね。ああ、いやー、その柴犬先生にそのセミナー受けたいですね。そういう見方しかしないです。この個性働いてる時、ここぶつかるだろうなとかさ。ああ。だから、狼さんの個性持ってる人ね、狼さんってね、人と違うことしたいよね、みたいな。同じことしないよねって、これが大きく前提としてあるわけですよね。でも、高尾さんのように宝石という個性持ってたら、ちょっとやっぱどっかで確認したいというか、どっかで許可取ってやりたいよね、みたいな個性が離れるんですよ。じゃあ、狼さんの人って、ごめんとかこれ、あ、もう誰もやってないこと、あ、これやりたいな、あれやりたいなと思うわけですよ。これ誰もやってない、面白そう。でも上司にこれやっていいんですかって聞くわけですよ。じゃあ大体、なんだそのやり方みたいな感じでしょ、うん、誰もやってることない。だからいや、こうやってやるよみたいなさ、まだ言われるわけですよ。だから、うん、宝石持ってる狼さん、狼さんの宝石持ってる人って、この、もう思いっきり断られるが当たり前になっちゃうんだよね。うん、うん。というようなことをね、知ってれば、あ、すごく楽になるっていうか、だって。ですね。ぶつかっちゃうみたいなね。またちょっと話がずれちゃったんだけども、結構こういうことを個性心理学知れば、あ、そうしたいけども、そしてこれをね、宝石やってこうやってやれば、はい、これと狼と宝石が合わさったら、ほとんど十中八九断られて当然みたいなさ。うん、うん、うん。なるほどね。ちょっと話からずれちゃったんだけどね。はい。うん、そう。いや、そこ学びたいですね、皆さん。ね、です、です。そうやってもっとほら、どんどん。エミさんも楽しい性格。ねえ、性質ですね。オオカミとペガサスで像も持ってらっしゃるんですね。そう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 。
もう全部これでね、あの、ここ見る限りもう全部うどん型っていうね。本当本当本当。あの表面も羊さんとかね。結構やっぱり、エミさんはほとんど出てくるやつ。あ、でも、あれでも、あ、そっか。うん。そう。まあ、そういうことだよね。はい。だから、さっき、あれ、エミさんって確か狼やったよなぁとか思ったんですけど、だから、シムが苦手って。はい、書いてくださったのですかね。はい。だから、事務仕事は自分もできないって書いてくださってたんですかね、さっき。ああ、事務仕事はですね、先まず3、あれ、目ですね、ちょっとね。はい、ここでこうやりながらコメントを遡ってるという。確か。そうそうそう、私も事務案も苦手。ね、あ、だからか。そう。同じだ。高江さんも31番の象さんで、はい。まあ、これはね、できません。これ飛び込みようっていう時ないのか、どっちだか忘れましたけどね。仕事ができないのか、どっちかわかりませんが、できませんよ、うんうん。ありがとうございます。そうか。いや、よかった。私だけじゃなくて。うん、学びたいですよね。ね。あ、エミさんはチータもいます。してください。してくださいって言っちゃダメなんだよ。誰かがやろうって言って、あ、ちょっと集めますよ、人を。ね、あ、なぎささん、ありがとう。あ、なぎささん、ありがとう。ワイルドチータの私は以前、海洋で虎の上司にやりたいと思って、相談するたび、邪魔却下されてました。ああ、合わないですよね。ね、海洋で虎の上司。海洋で虎の上司にやりたいと思って相談する。そうですね。まあ、海洋さんは海洋さんでね、枠にはまったことしたくないと思えば、ある意味ね、ちょっと、と思うようなやつは、こう、受け入れてくれそうな感じもしなくないですけどね。でも少しこう、虎さんの、絶対そうだって話じゃないんだけどね。虎さんのキャラクターも結構自分の中で、自分絶対正しいみたいな感覚があると、そこにはまってないと却下みたいな感じになる可能性もあるんでね。まあ、その、何が理由で却下されたのかっていうのが多分、そのね、上司の方の、まあ、いろんなまた個性の組み合わせから、見えてくるのかなみたいなね、気もしなくはないですけども。エミさん、事務仕事。同じ。事務仕事、自分のやり方でやりたいんですね。同じく。もしやるなら、同じく。ね。そう、なんか、枠にはめんなよ、みたいなさ。肩にはめるなよ、みたいなさ。いう感じなの、うん。で、なぎささんは、同じくという、ね。うん、でもね、ただね、さっきエミさんが言ってくださったみたいに、自分のやり方でやりたいんですっていう、そこまで到達するのにも時間がかかるんですよ。向いてないから。だから、できる仕事なら、すぐにできるようになるから、何でも言いたいこと言えるんですけれども、できないから、うん、その自分のやり方を提案するところまでがなかなかいけないんです。ここの部分の自分のやり方ってっていうのを見つけるまでいかないってことですよね。そこの見つけた、そこに、到達する前にも無理、みたいなさ。無理。無理だし。だから、あれって、とにかく、お金の動きが、ほとんどが止まってます。まだやっぱり滋賀県内って大企業の工場とかが多いので、うん、止まってるんですけれども。うん。なので、ちょっとほら、お先生ね。その相手ですよ、どうぞ。はい。いいですよ。はい、うんうん、でもね、でもだから、動きがあるところで仕事しないと、とかって思ったけど、うん、それでも、こういうことなんですよ。ねえ。できない。うん。なんですかね、ほら、今ね、どういうふうな仕事をしていく、コロナのね、今こういう、まあ、また改めてのテーマを出すなら、コロナ時代の仕事の選び方ってなった時に、個性進学、とはちょっとね、観点とかがずれる中で、まあ、自分は、結局は、なんだろう、リズム対応っていう要素を持ちながら、面白いか面白くか、楽しいか楽しくないかっていうのは、すごく自分の中で大きい要素になってて、なので、嫌なことね、ことはもうすでにその時点でやりたくないってなるので、やりたくない部分が続くかってなった時に、やっぱ自分の選択肢ですから、もうすぐそれはスパッとなくするというか、もう、うん、土台にも上がってこないわけですよ。嫌だな、面白くないなってなった時。本当に。うん、そして自分もペガサスのキャラクター持ってるとかでいろいろ考えたときに、結局、ね、組織に属することなく、今の個性心理学の講師っていうので、一本で、まあ、ずっと仕事をしてますよ、と。で、こうなったときに、で、今このコロナの状況が起こったときに、ある中で、思ったのは、やっぱりどんどん利益追求型の社会で、大きくしたのが今までの企業だし、会社だし、みたいな。大きくお金を動かしてる分、
今お金動かなくなって、ね、コロナで動かなくなった瞬間、これで結局潰れますよ、みたいな。なので、ちっちゃくちっちゃくやってってる方がいいわけですよ。でもそうやっておっしゃる方多いですよね。うん。なのでね。ちっちゃくっていうのが悪い意味じゃなくって。そう。なので、グローバルが地域っていう、そういう意味ですよね。うん、はい、そうです。ただ、なんだろう、自分自身がその動かすお金も大きくなってしまえば、その分やっぱり回すお金だとか、体力がないとね、お金の体力がないと動かないっていうのはないよねってなってる中で、ある意味、どっちもちっちゃく。だから、本当に自分がね、家族が普通に生活していけるぐらいとか、で、まあ、おかげでこの講師の仕事って自分のここには投資するけど、あと別に仕入れてないわけですよね。そして何がいいかっていうね、やっぱちっちゃくってなった時に、ちっちゃいからいろんなこう隙間に入り込むなんて簡単なわけですよ。なるほどね。なるほどね。融通気がないし、入り込む。なるほど。さすがやな。ちっちゃくても信用信頼は重要なんですよ。ちっちゃい中にも信用信頼作っちゃったら、うん、大きい会社だろうがどこにでも入れるんですよ。なるほど。うんやっすごいね。すごいですね。自立ですよね。自分の個性を使ってどうやって自立するか。うん。そして、もちろんこれはみんな僕が、ね。で、みんな誰でも言ってるけども、うん、複数の収入源があった方がいいわけですよね。はい。はい。でもずっと、ほら、この5年、6年、7年でずっと個性心理学一本でやってきたので、今個性心理学一本しかなかったけども、うん、今のこの立場で、そしてほら、パソコンのサポートも実はできますよってことで、うん。を増やしていく。でもこれもやっぱり大きく会社にするわけじゃなくて、うん、会社にしてもちっちゃい会社で、少量で動かしていくとかって、はい、本当にこう海動き取りやすくて、で、リスクも少なくてって。で、個性を生かした、はい、うん、やり方っていう。こうやって、結局自分で自立してやっていける、ちっちゃい組織というか、うん、なるほど。これからの動き方なんだろうなと思うんですよね。なるほど、すごい。はい。すごいですね。自分がやってきたことをただ、あ、今の時期に合ってんのかなみたいな感じで思ったんでね。いや、本当に本当に本当に。はい、いや、すごいですね。皆さん、コメントくださってますね。持続化給付金とかって今あったりしても、じゃあそれ申請しましたと。じゃあ一個人でやってる中で、うん、じゃあマックス100万円もらえたとすれば、かなり回しやすくなるわけですよ。うん、でもこの、ね、本当ですね。大きく動かしてる人の100万とか、大きく動かしてる200万って一瞬でなくなるじゃないですか。はい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 。なので、そこは大きくしなくてよかったなと思うし、うん、この数年で楽しくなったけども、ちょっとここの数年逆に収入が減ってきてたというね、いろんな、うん、うん、まあ自分のやってきたことも関係しての収入が下がってきた。その分、だから、ほら、少ない状況でどうやってやるかっていうのをずっと考えてた中で、だから、実はあまり大きく影響は受けてなくて、うん。でもまだまだ自分は、だから営業もしてない。まあ苦手だけどね。多分営業もしてないけども。でもまだまだここでやれることとか。うん。うん、まだあるよねってあげば。ありますね。なので、ちっちゃければちっちゃいほどね。でも、ちっちゃいけども信用信頼をちゃんと作っておくというか、実績も積み重ねて、うん、というふうな。で、ちょっとこれは、そうですね。狼さんのキャラクター入ってる人の生き方にちょっと似てくるんですけど、はい。赤ちゃん大事なのでね。やっぱり、うん、誰かに呼ばれて動くっていうのが狼さん的生き方なんですよね。うん。お母さんが運んでくれる。みたいな形で呼んでくださる人。うん。要は自分を呼んでくださる人っていうのがたくさんいれば、うん。ちっちゃい規模でやってても、うん。じゃあ一つの会社と月3万円、5万円、10万円みたいな金額での契約して、そういうような形の難航が持っとけば、もうこれで安泰十分だよね、みたいな話になるんでね。うん。もう何かを身につけられればいいのかなと思いますけどね。それぞれが。それぞれですね。うん。はい。お、なんか今いただいてるコメントで、もうエミさんからコロナを古い。はい、古いという言葉、そうです。古いです。古いにかけられて。古いじゃなくて、古い。うん。もう本当そうですよね。本当にそうですよね。本当にそうですね。そう、この古いっていうのはそうですよね。だから、変に不安も、ね。だから不安に、まあ、不安はみんなあるし、恐れもみんなあるんだけど、その恐れとか不安、意味嫌ってしまうみたいな感じじゃなくてね、そこすら、まあ、認めて受け入れちゃってみたいなね。で、じゃあ、あとどうしたことをやっぱりうまく、それともうまく付き合っていける人みたいな。そういう。心の柔軟性を持ってる人は多分これからまだ大丈夫だろうし、みたいなね。
なるだろうなと思いますけどね。そうですね。はい。で、ほら、なぎささん。コアラさん持ってる人、周りに多くて。で、このコアラ時期。うん、このコアラ時期コアラ、コアラ、ずっと。コアラ時期うおー素晴らしい。応用して仕事でにできる感じ。あ、もうコアラさんのキャラクター持ってる人ってね、あの、趣味と実益みたいな感じかな。なんかこうね、何かをこう、ちゃんと仕事にできる。そうそう。すごい小原さん多いんでね。そう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 。うん、多分こう、今こういう時期で本当小原さんがいろいろ頭使って多分ね、どうやってやっていくかなんて多分いっぱい考えてんだろうなと思います。そう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 。はい。で、なぎさんの場合、だから、お金払ってならないと進めない自分が。お金払ってならないと、徹底的にパクるですよ。もうどんどん情報を、どん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 何いろんなものを見てパクる。もう徹底的にパクる。TTP です。あ、違う。徹底的にパクる。TTP ですね。TPP です。徹底的に。もうパクるわ。もうここでほら。コロナ時期って書こうと思ってくださってたんですか？コロナ時期です。コロナ時期って書こうとしてくださってたのに、コアラ時期って書いちゃったけど、でもコアラ時期ですよね。コアラ時期だよ。だって、で、あの、外にコロナ時期って書こうと。体力使わないで頭使いますみたいな時期ですからね、今。ねえ。でも、やっぱりさ、あの、頭使う人は頭使えば OK だし、やっぱ体力勝負で体力でどんどん動いていく。確かに自粛モードで、今までよりね、行動範囲は狭まるけども、やっぱり、まあ、体を動かすというか、アクションを、ね、起こしていくっていうことをしないと。結局自分からエネルギー出していくっていうことをしないとね。それは体力なのか、労力なのか、ここの知恵とかね、そういうようなものなのか、結局何かアウトプットしないと。仕事にはならないとかね。うん、収入って、うん、はい。えみ、ね、さんは、私はなぜか時給上がりました。素晴らしいですね。いや、時給は上がってないんですけどね、私。だから、そのお金が回ってるところで仕事しなきゃと思って、行動を起こしたら、忙しすぎて週6日も働いてるんです、私は。営業でしょ？営業。でも営業で仕掛けてるってことは、どんどんやっぱり、まあ、経費を使って、まあ、種まいてるよ、みたいな感じ。あれ音声、今止まった？じゃが止まったら。事務職とかだし、なんか知らんけど止まりますね。あの回線、回線を、もともとの回線なんだったんですか？急に話変わっちゃいましたけど。集合住宅の回線です。はい、それが au に光に変えたんですけど、はい。はい。今、Wi-Fi 使ってるんで、多分ちょっと飛んじゃったりしてたと思います。あ、でも au 光、au 光で Wi-Fi？ Wi-Fi。Wi-Fi。そうですね。まあ。本当は部屋に線を繋げたら線が繋がらなくてまだ。やってないんです、何も。まあ、その多分回線のね、やっぱりまあ、いくら光になっても周りで使ってる人なのかとか、まあ、いろんなところの集合住宅とか建物の影響も受けて、やっぱり、あの Wi-Fi ってね、やっぱり電波が弱くなったりするんでね。ですね。うん、はい。そうですね。もう生き抜く力がある人は生きれるし。そうです。そうですね。もう海洋さんの、ね、海洋グループはなんだかんだで生きていくんだろうなって気はしますよ。そもそも番組ハンマーでぶち壊していくグループですからね。だから、今までの常識をこうさ、コロナでぶち壊されたってさ、まだそれ以上にぶち壊してるって言ってるんですよ。面白いですね。皆さん、いかがですか？海洋グループのが、もっとユニーク持ってらっしゃる方。部分では、まあ、本領発揮するタイミングなんじゃないかなと思うんですね。リカさんは、医療従事者でね、エミさんが医療従事者というか、うん、そうで介護施設だから、とか。うん。まあ大きい、大きいとかちっちゃいってあるんですか？なんか。うん。まず、2番目のテーマに移りながらも行きますか？はい、行きましょう。はい。マネジメント能力の差の付け方。でね、前回のね、1回目の時にですね、なんか私が偉いこと言ったらしくて、シバンケン先生の顔をすごいびっくりさせたみたいなんですけど。はいはいはい。それはあの、第3、テーマ3つ目のあの、最初は夜の個性心理学系の。違う、その前でですね。その前でしたっけ？もうあの顔した。あ、そうか、そうか、そうか。はい。その前に。私、そうなんですよ。
こういうこと言っちゃったみたいで、なんかマネジメント能力がない人がマネジメントする立場にいますよねっていう話をしたみたいなんですよ。あ、そうしたした。した時の俺の顔が面白かったってんだったね。びっくりした。おーみたいな感じで顔したんだよね。なんかね、おーっていうね。したしたした。あ、ね、うん。夜も。あ、夜そう。あの、あっちのそう。俺はもう完全にね、あの、夜の個性心理学は、あの、講座とかで喋ったことみんなでしょ。大好きなのに、みんなで。わかる。なんか、髪が変えた瞬間、髪立ったよ、急に。まあいいや、どうしよう。そう。だから、子供っぽくて、みたいなことで、興味津々大好きなのに、あまり喋ってない。アウトプットの数が少ないから、うん、そこはちょっと苦手だな、みたいな。まあいいんだけど、ね。そう。まあ、あのね、ただ今日のこのライブをするのにマネジメントってこの言葉をもパッと思ったときに、てかね、あの、高野さんからいただいたときに、まあ、もちろん自分の本の中にもね、あの、うんうん、職場コミュニケーション術っていう、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。術って書いてるんだけども、何よりもって俺思ってしまった。そして自分でこの本書いてることって、ある意味自分の中にあるようでないようなとか、その時のスイッチのひらめきでパーって、あ、これだ、大切だなと思ってもちろん書き上げてはいるんだけども、でも、ここには一語一句がここに入ってるわけではないわけですよ。どうしても私もニュアンス感覚に。うん。で、今このテーマをいただいたときに、マネジメント能力の差の付け方って言ったときに、もうね、もう自分で言いたいことは何かというと、人をマネジメントするよりも、どれだけ自己マネジメント能力が高いかということだけに尽きるんだと思う。それもよく聞きますね。やっぱり、俺学んでないんだけどね。マネジメントのことって、俺何も学んでないんだけど、結局個性心理学知ってこういう話をするようになったら、結局自分をどれだけそうやってやれるかっていうね、自分をマネジメントできる人にはかなわないなーってね、勝ち負けじゃないんだけどさ。うん。だけど、なかなかそこまでの、考え方に行き着く人っていませんよ。行かない。絶対ないないない。だって、で、これから、ね、さっきも、柴犬先生からおっしゃったように、本当に大きな会社、大変厳しくなります。だいぶ厳しい。今までと同じようではもう絶対にダメ。無理ですね。で、コロナバブルがあった、その企業さん、組織さん、ね、いっぱいありますよね。そこだってもう収束してきてます。うん。うん。コロナバブルももう終わってきてます。はい。もうそうなった時に、もう何もかも変えていかないといけないのに、はい。やっぱりこれがもう、このマネジメント能力のこの差で、ちっちゃな差でもね、そこをちょっと変えていかないと、もう生き残れないと思うんですよ。うん。だから、柴犬先生が今おっしゃったみたいに、自己マネジメントを、あの、そう、高めないととか、そういう考え方にできる人なんていないから、いたとしても 1% いるかどうかですよ。なんだろう、こう、なんだ、自分がね、ずっとこう、やっぱこの1年、2年って、すごく内観というかね、いろんな自分のあった出来事から何を学んで、うん、どう成長するかっていう内観をしてきて、これが、ただ、まだね、3年、4年前の自分であれば、多分自己マネジメントの能力みたいなことなんて多分言う人間じゃないし、まだ、まず言ってない、そこまで言ってない、全然。うんうん、でも、これ、なんすごい難しい。多分、高尾さんもわかる通り、もう、できちゃった人とか、うん、できるようになった人から見たら簡単なことだよっていう話なんだよね、これって。そう、多分。そこに行き着かない人って、もう全くイメージもわからなければ、何ですか、うん、どうすればいいんですかもう高い壁みたいな感じです。これ超えれるのかなみたいなさ。ここ、突破できんのかなみたいな感じで思うんだけど、越した人間とか、行っちゃった人間って、どうも簡単だったけどみたいな話だからさ。さらっと自己、ね、どれだけ自分マネジメントできるかみたいな話をさらっとするんだろうけどさ。うん、僕は話戻るけども、多分こういうところに行き着く人なんて多分ほとんどいないっていうかさ。いや。いないね。思った時にどうすればいいんですかね止まっちゃったりとかね。そう、うん。だから例えば、歩合制とか、歩合制でお勤めしてる方だったらそれが必要。うん。だってそれがなくできなかったらお給料もらえないから。あ、そうですよね。組織に勤めてたって、歩合制だったら。はい。だけど、ね、まだまだ日本は出勤してお仕事すればお給料はもらえるんですからね。はい、そうなんですよね。うん。
だからやっぱそこまでの考え方には行き着かないと思うんです。行かないとなったら、となったらやっぱりマネージメントする立場の人がマネージメント能力を上げるしかないんですよ。はい、実際そうですね。そうです。うん、結局個人でやっててとかね、まあ、自分の場合置かれた立場で結局自分をどういうふうにするかっていうところでしかないっていうか、ただ自分ももうすでにそこまでたどり着かなくても会社でね、組織でスタッフがいたらやっぱそっちをこう見るんだろうけども、結局見る人がいなかったからこそ自分見るしかなかったよねみたいな。そうってなってくる。そう。で、やっぱり一般の普通の会社とかね、多くの方々にいてまた目線を戻せば、結局、どん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 、ね、仕事とか会社もなりね、でもここでどうやって、まあ、勝ち負けじゃないけども生き残っていくっていったときに、やっぱり人というのが財産なわけですね。それで人の、ね、その人材って今、に読むけども、でもこの人材、どれだけいい人材をこの手元にね、残すかっていうか、ここにいてくれるかってなったときに、やっぱり、いよいよやっぱりこういう考え方が必要だよねって話だよね。そう、そう。で、あと、いい人材とかっていうよりも、皆さんにいいところがあるんだから、そこをいかに伸ばすかでしょ？そうです、そうです、そうです。で、私、柴犬先生のこの本すごいなと思うのが、わかりやすいんですよ、また。あのね、もう、それで、ね。いや、わかりやすいんです。というか、それが、ね、わかりやすいので、ね、一番の褒め言葉です、私って言っては。あのね、まず何が分かりやすいかっていうと、はい、マネジメントに必要なことがパッと見ただけで書いてあるんです。本当ですか？あのね、はいはい、まずですよ、例えば、じゃあ、その部下が、部下の一人で、俺がどういう思い出書いてか分かんないのに、逆に本当ですかって俺が高山さんに聞いてることは違いおかしい。なんで？あのね、ちょっと。本人だけど俺。書いた本人とかって気づいてるんですよ。ちょっと説明しましょうか。例えば、数字を上げられない部下がいるとします。そう、いる。数字を上げられないから切るんじゃなくって、例えば、向いてる向いてないはあるんですよ。例えば私は事務仕事、できない。なのに来てる、やってるっていう人は、ぶっちゃけて言うと切っていいと思うんですよ。ただ、本当に。ね、ただ、数字を上げるとか、そういう、なんやろな、マネジメント次第でできる仕事って多いあるじゃないですか、多いじゃないですか、結構。はい、マネジメント次第ので結果が変わる仕事、そこは、これを見ただけで、あいつどうやったら上げられるやろってなった時に、パッて見ただけで分かるんですよ。必要なことがここに全部書いてあるんです。ありがとうございます。ただ、例えば、じゃあその子が狼だったとします。じゃあ狼はって言うと、あ、こういう性質が書いてあってって、いろいろ調べないといけないんだけど、もうここの、これ見ただけで必要なことがまず書いてあるので、はい。わかりやすいです。この、まずこの4つがまず大事でしょ、マネジメントには。そうそう、やっぱそうですよ。ね、やっぱ個人主義が基本だけどね、基本のやっぱり、基本がやっぱり抜けてると、そこをないがしろにするとね、マネジメントが何もあったもんじゃねえって話だからね。そうです。ただ、普通はですね、私たち個性心理学を学ぶときは、3分で言うとはこうだとか、行動パターンとはこうだっていうふうに学ぶんですけれども、この本には全部がもうパッて書いてあるんです。はい。だから分かりやすいんですよ。分かりやすい。ありがとうございます。全部を学ばなくて、パッて。とりあえずね、このマネジメントの調べて、あ、ここみたいなさ、ここ見ればいいわけですよ。ね。そうです。うん。だから、マネジメントに必要なこと、うん、伝え方、伸ばし方、はい、良さの見方とかが、もうこれ見ただけでパッて分かるんですよ。パッパとか、また言いますけどね、さんだから。もう、ほら、感覚、ニュアンスで伝えるね。そう、あとは、どういうところを褒めたらいいかなとかっていうのも書いてあるから、そこで当てはめたらいいだけで、基本的なことはこの十二分類のところにって書いてある、まとめてあるので分かりやすいんです。うん、ね、なので、もうそう言ってくださると。いや、この高見さんのこれずっと置いといてくださいね。私の褒め言葉ずっとこれ置いといてくださいね。ここだけですよ。ここだけをスクリーンショット撮っておいてね、これね、パーでもうこれ。後で撮ろう。後で撮らなくてももういいですよ。OK です。はい。多分ね、OK です。
はい。後で、あの、画像ここだけ切り取って送りますので。画像ここだけ切り取って。はい。ほら、パソコンのさ、パソコンのスクリーンショットってあの、プリントスクリーンっていう機能なんですけども、あの、ボタン、はい、キーボードポンって1個押すだけでもすぐそれ、あの、できる。マジですか？なんかそんな、できん、できん。はい。それをちゃんとこの、いらない余計な部分からカットして、はい、ちゃんと。ありがとうございます。うん、ね、本当にね、あの、うん、もしね、はい、今日聞いてくださってる中でも、はい、あの部下がいる方とかマネージメントする立場にいらっしゃる方で、あと一つ言うとこのね、能力診断で、はい、能力診断、はい、能力診断レポートありますね。あります、あります。ね、能力診断レポート皆さんお持ちだと思うんですけれども、この管理力や統率力がなくても、はい、個性心理学さえあれば、マネジメント能力っていうのは高められます。素晴らしい。その通りです。なぜか。そうです。私が。なぜか高められるんです。管理統率、順番でいくと、何でしたっけ、能力診断のやつの、学習、そう。学習、想像。想像。想像力。で、その次は何でしたっけ、管理統率なんでしょう。企画力があって、で、管理統率とあるんですけれども、はい、管理力、統率力がなくっても、この本一冊だけで、ない人でもあげられるんですよ。ありがとうございます。なぜか、俺が企画管理統率が、企画管理統率が1か2しかないんですよ。ああ、私もなんです。であのマネジメント能力の高い方をちょっと調べたりするんですね。はいはい、はい、うん。ない人結構いるんですよ。ここの管理力、統率力が。うん、よっぽど高いの、低い人が多いんです。だから、うん、でもその方は多分何倍も人より努力はされてると思うんですね。うん、見た目が あるとか、うん、動物占いを知らなくても、うんうん、なんかそういうところを、これを知らなくても、気づく力があるというか、良さを見抜く力があるというか。うん。ただ、そのですよね、うん、で、それが、その力がなくても、本があればですね、はい、知識があれば、あげることができるんですよ。はい。行きましょう。高代さん、素晴らしいという、で、ここをずっと映しておきたいんだけども、はい、ゆみさんから知りたいところだけピンポイント。たぶん、まさにね。ですよね。まあ、今回の方も知りたいところだけピンポイントみたいな。はい。うんうんうん。で、高見さん、熱量半端ない。そうです。わかりやすい。トラさん高い。トラさんがやっぱりマネジメント力とか高くなるのかな、トラさんある人とか。まあ、多分ね、ここのほら、能力診断とかってまだブラックボックスなんで、何がどういうふうに絡んでるの点数かってわかんないですからね。わからないです。わからないですからね、そう。わからないです。センターも入るだろうし、リズムとかレールとかね、いろんな要素の組み合わせなの点数でしょうからね。そう。わからないです。わからないですからね。まあ、そのあたりも、あると、また面白いのかなとか、何か法則性でもそこにあるんだろうなって多分、いつも見るんだけども、諦めてるんだよな。それはもう、やっぱ難しいなと思って諦めちゃうんだけどね。うん。あれは多分能力診断と相性診断だけは分かんないですよ。分かんないですね。分かんないです。どこに重きを置いてるとかさ、どこどういうふうに点数化してるかっていうのが分かんないとね。分かんないです。うん。相性診断なんか、似てる、はい。なんか似たキャラでも全然結果違いますもん。あ、そうそう、違う。うん。ね、どこまで見てるのかみたいなね。うん、そうですね。で見るのが、実はそこではないね、別な方の表面意識を若干絡んでるのかとかね。うん、ちょっとそのあたりは、相性診断はね、わかんない。まあ、まあ、結構相性診断って、リズムとかね、レールの引用語、5行の方のエッセンスが結構、そこで絡んでんだろうな、気がするよね。ああ、なんとなくわかります。え、だからキャラだけじゃなくてさ、どうしてもほら、ね、あれでさ、どうしても五行の関係から、相乗報告みたいなのが出てきてさ、という話が出てくれば、そして、そこの陰陽絡んでのホワイトエンジェル、ブラックデビルが存在すればさ、まあ、あそこまでやるんだろうなと思うけどね。うん。うん。狼だから、統率力回避。でも、エミさん、部下はいらっしゃるんでしょ？
エミさんどうなのかな、お仕事してる中で今、またね、ほら、職場復帰したりどうの行動って中でちょっと、部下がいるかどうかはちょっと今わかんないですけどね。でも、狼ってでも、ね、群れてないって思いつつも、実は狼ほど統率っていうか、あれが取れた組織とかさ、役割分担が明確になってる動物っていないんですよね。ですよね。そうそう、だって、リーダースは狼って決まってたりとかさ、いろんな狼のポジション役目が決まってるというね。うん。だから、狼さん自身の良さ、伝え方の良さに気づいて、指示出すみたいな感じですか、狼さんは。どっちかっていうと狼さん、ほら狼さんってキャラクターも基本の役割分担4分類に戻れば、やっぱりアドバイザータイプなのでね、いい悪いの判断とかね、やっぱりそこが的確、ただ的確すぎて言葉足らずすぎて多いみたいな感じになるホリエモンみたいなです、ね、あまりにも単刀直入すぎるから誤解を生むよっていう、ここだけね、多分狼さんがうまく言葉の表現をね、できるようになれば、すごく伝わるとか、ドンピシャなアドバイスができるような。ですね。はい。何？相性診断したことなかった。マジですか？ジュッコさんとお読みしていいんですかね？ジュッコさん、ジュッコさん。ジュッコさん。講師仲間の方です、ね。パートのおばちゃん。うん。うん。ああ、どうぞ。パートのおばちゃん。仕事をしない方を横目にパキパキを。徹底的にこなします。そういう方がいらっしゃるのかな。ね、パートのおばちゃん。ね、うん、自分がパートのおばちゃんってことかな。パートのおばちゃんって使ったけども、でも医療とかそれそういう介護とかなんか先の施設にどうのこうのっては書いていたけども、何どういうふうな雇用関係かというと多分パートっていうふうな感じになってるのかわかんないです、ね。うん。だけどその方が働きやすいでしょ。はっきり言ってね。私俺仕事なんてね、俺人生で一回も行ったことないもんね、多分。俺できる人間ですってさ、一回も行ったことないと思う、多分。謙虚ですね。うん、謙虚というかね、俺で、そういうのではこう言い切れないし、基本自信ない人間なんですよ。そんな自信ないっていうか。今でもだから学ぼうとするし、もっと情報を詰め込もうとするし、みたいなことはしません。それ劣等感は強いなと思います、自分。おかしおかしい。おかしおかしい。でほら皆さんが見るのと自分をどう捉えてるのか。でも、多分ね、自分の子供っぽさなんだよね。自分の子供っぽさをずっとこのね、裏にいる黒ひょうがずっといじめてたっていうのが自分のパターンなんだよ。だから、できるようになろう、できるようになろうってなったけども、ずっとこの子供っぽさを認めてなかったし、受け入れたくないっていう。その子供っぽさがずっと自信をなかなか持てない自分っていうのを、ね、作ってきた。はい。今、だいぶね、それは認めてきたのでね。うん。いや、でも皆さん、うん、そう。あでね、まあ、ちょっとだけね、もうちょっと私補足一つしたいんですけどもね。補足、はい、まあ。マネジメント能力を高めるっていうことについては、皆さん興味あると思うんですよ。はい、で、まあ、なぜ私がこれをパッと見て分かりやすい、マネジメントに必要なことが書いてあるっていうふうに言ったかと言いますと、これだけちょっと補足したいんですね。はい、この行動パターンだったり、行動パターン、はい。これがね、大事なんですよね、まず。重要です。状況対応型なのか、目標指向型なのかっていうのが大変重要なんですよ。1ヶ月。すごい重要。1ヶ月、まあ、重要なんですよね。マネジメント能力っていう点では。はい。で、まあ、目標の持たせ方とか、仕事の運び方っていう点において、これがすごく重要で、人を見る目がない人でもね、はっきり言わせていただきますけどね。自分の価値観で物言っちゃうような人でも、これさえ見ていただければ、その部下に対しての指導方法がわかります。うんうん、で、心理ベクトル、この未来展望型か過去回想型を知ることによって、その人への励まし方とかの言葉が変わってきますね。違います。全然違います。うん、ね。で、思考パターン。これは説明をするときに、なんでわからへんのっていう言葉がなくなります。なんで通じないのっていう、それがなくなります。これを知ることによって。はい。だからこのマネジメント能力に必要なことが全てパッと見ただけでわかる本だよっていうね、ちょっと言いたかったんですね。で、補足しときます。ちょっと。もう何度も何度も。また本の話になっちゃうんですけどね。手元にね、やっぱはね、柴田健二って何者みたいな、全国的にはそんな感じになるのでね。まあ、手元に300冊、
自分が300冊をまず買い取って出版っていうようなスタートだったんでね。その300冊、はいはい、いよいよ20冊を残り切って、なので、ね。あと20冊ですよ、皆さん、お急ぎください。また、ね、自分から直接サイン書いてってなれば、まあ、ほら、俺も、だから、あの、出版会社に、すいません、10冊だけくださいとは言えないじゃん。あの、ほら、100冊ぐらいバーンってまとめてさ、入れるぐらいまだお金を準備しておかないとダメなんだけども、おかげさまで、はい、少しずつちゃんとそれをしっかり、皆さんにお届けをさせていただきながら、はい。で、なんでかっていうとね、まあ、やっぱり、その上司の方とかマネジメントする立場の方がしっかりとした力を身につけてくだされば、うん、みんなが働きやすいんですよ。いや、本当そうですよ。そうなんですよね。で、適材適所ついてる子が別に移動しなくてもいいし、もっとできるとか、ね、もっと能力活用できるよところをこっちに見つけることもできるし、そう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 、で、そこをやってっていうね、結局、まあ、あれですよ。ね、結局今までって自分がやってきたことをそのままアドバイスするみたいなさ、仕事のやり方がほとんどだったし、うんうん、もうこれ分かって、あ、で、ね、ほら、もう、どうやって、もうタイトルがもう 100% 伝えるって書いてるけども、もう大前提として 100% は絶対伝わんないんですよ。はい。100% に近づく方法はいくらでもありますよってことなんですよね。そうです、そうです。相手は物事をどう捉えますかとか、で、さっきの高橋さんが本当におっしゃった通りの、ね、この人は目標志向型なのか、じゃあ細かく段取り組んでいこうよっていうアドバイス、どうやってやっていくっていうことを考えればいいし、でも状況対応型にさ、そんな細かい話したってさ、もう面白くないんですけど、みたいなさ。でしょ？本当ですよ。まあ、本当にすごく微妙だなと思うのは、無邪気な羊の羊の方だけ見たら、過去、あの、目標志向型なのに、表面って言われたから、段取り重視の仕事をやっていきましょうってなった瞬間、結構チーンなんだよね。そう、だから、だから自分ですごく、というさ、だから結構だから、まあ、この本に書きたかったんだけど、書けなかった。なんか、いきなりマニアックすぎるようになっちゃうからさ、そこはやめたんだけど、その時は表面もちょっと見てあげようって思うんですよね。高橋さん逆に言うと、ね、あの本質が増産であれば、あの状況対応型だよね、みたいな。じゃあ、大きい方向性でいいよね。でも、今日で、だって、あの、行くところリストアップして何やってってさ、完全に仕事黒表の目標思考型のやり方だ、みたいな。本当に今、千葉県先生おっしゃるとそこが自分でもストレスなんですよ。そう。でも、仕事の時でも表面がどうしても強めに出るのでね。うん、かあの、こう見ながらも、この本ではちょっと表面の見方はさ、出てないけども、でもやっぱり、本質的にちょっとその部下の表面もちょっと何か、ね。そうなったらさ、もう使い込んでさ、本表面とかボロボロになっちゃってるけども。私もボロボロですよ。ねえ、だって、いつもこの本がカバンに入れっぱなしだったからさ。ボロボロ。そう。私ボロボロです。そうそうそう。うん、で、やっぱこっちは表面とかさ、レールみたいなんで、やっぱりある程度、ね、そのキャラクターの持ってる本質、表面、位置、希望、レールとかまでわかるんでね。やっぱここは、もう、構成心理学校で興味持った人は、うん、やっぱこれはもう、まさに字のことがバイブルですからね。今さ、バイブルってこうやって指差しながら。本当に。これ今日ね、最後逆転って言ってるんでね。ボロボロですよ。やっぱこれは、一冊持って、ボロボロ。ボロボロですよ。もう、ちょっと常にカバンに入れておいてね、もう、見る見ない、ほら。そうそう。カバンに入れておくのが過去回想型ですよ。だって、いつか使うかもしれないと思ってから、ね。本当。荷物を見えるよね、みたいなさ。全くそういう話、何も変わらず、カバンにはいつも人乗せているみたいなさ、いう感じ、うんうん。そうそう。で、そうですね。ちょっと待って。じゃあ皆さん。ピーターさん、ラスト1で、こう分かんないですよ。多分ね、あの、ラスト1狙ってますっていうのも、なぎださん、著者の柴健さん、それ含めて。はい、あの、私のところにですね、今メッセージが入りまして。はい。メッセージが入りまして。あの、柴健先生の本欲しいんですって。どうしたらいいですかって。
フェイスブック。まあ、私とつながってなくて、で、まあ、フェイスブックで、ねはい、アメブロで柴田健二って調べればね、もうそのまま私が出てくるので、そこで、ね、直接購入いただく、ね、ちょっとフォームっていうのが準備しているのが、はい、あと、そんなの持てない、送料払えない、はい、送料持てない、アースであればね。アースであれば、180円。アースはダメだ、アースは送料がもったいない。アースの方は、アマゾンとかの通販で OK です。ちゃんと、柴田健二って名前ね。で、健二の健二は宮沢健二と同じ、賢いに収まるって書いてある。アマゾンって通販先でも、ね、180円でも送料かかりますから。でも180円。180円がもったいないです。特別的なスタンの人はぜひ、あれですからね、あブログの方がってことで。で、ムーンは、ね、例えば、ムーンはね、私から、ちょっとごめん、買ってって言ったら断れなくて私から買うみたいなね。またいいんだけど。そういうの。ね。あ、ちょっと、うん。ああ、もう、なぎささん素晴らしい。ありがとうございます。で、リカさんは、おすごいライブ配信。そうですか、まあ、全然そうですかその時々で違う。まあ、そう。結構面白いですよ。だから、個性ってさ、ムーアンさんの、ほら、自分の中に3つの人間関係3分の2持ってたら、時々の時、自分で全部出るもんね。ムーン強い、アース強い、全部出る。あるよね。あるよね。なかなかほとんど最近3が強いなって感じがします。オオカミと羊持ってるんだ。ね、笑ったら分かるけど。オオカミは群れていたくないとか、羊はみんなで同じで安心するのに、オオカミ同じじゃ面白くねえとかさ、このギャップ最高だよ。ごめん、大丈夫。これもオオカミの羊持ってるの、大丈夫です。俺もオオカミ持ってる。ね、リカさんも。ね。アースですけど、表面一致。もうあれ、表面一致さんもお仕事モードさんで、みたいなさ。あ、この、今ね、この、いただいた本質のキャラクターアースであれば、基本邪魔されたくないよね、仕事とか何でも。邪魔されたくないわけですよ。自分のペース満たさないでって。でも表面一致さんとか表面一致になったら、邪魔しないでと思いながら、うん、断らない、みたいなさ。まさみさん、そうですか。ね、本当は邪魔されたくないんだけども、表面断らないし、断れないみたいなさ、感じで。で、なんかもやもやしながら受けちゃってる、ね。まあ今、せっかくですからね、せっかくなのでね、このコメントにもお答えしてくる。表面、あるさん、石野さん、今まだコアラ時期で、まだコロナ時期で、これ。今のコアラ時期でね、まだ間違ってる。いや、もうわざとでしょ。いつか聞いたの早とちりとかさ、出たときに、これ狙ってるよね。もう、お笑いのあれだよね、定番も重ねてくるやつなんだよ。天丼じゃない、なんだろうな、それ。すごい影響する。ちょっと自分に難しさを覚えてる、今日このもの。表面をさ、石のペガサス。もう石のペガサスとかね、前も何かペガサス談義、どっかでペガサスの話したんだけども、ペガサスのキャラクター出た瞬間、どうでもいいってなるね。どうでもいい。いつも泣いてるそうですよ。ね。ね、ラス1、まだラス1狙いで、まだラス1狙ってる。ぐらいの3。結局ナンバーワンで3人にしたら、僕が一番いいよね。僕一番いいよね、みたいなさ。はい。で、エミさんも、それそれって、それですよ。だから、狼と羊でこの、まあ、反対。面白すぎる。ね、そう。でほら、まあ、でもそう、いつもだ。じゃこれを、実は自分で知ってみ、やってるよ、もう。こう、なんかこれが、悪によってやるわけじゃなくて、どうしても仕事の時に羊さんで、ね、断れない自分出ちゃうよね、なので、あ、出ちゃった羊さん、みたいな。オッケーオッケーって、いうふうに思えるようになったらいいのかなと思って。素晴らしい。羊の自分に使う。だから、なぎささまじゃないよ。でも、ともさんはペガサス。俺も表面ペガサスが、もうペガサス出しようがどうでもいいから。それとかさ、そう。いいじゃん。どうでもいい。適当って話じゃないですか。ペガサスのどうでもいいはもう執着しませんっ
ていう、こだわりませんっていう、もう諦めの境地のキャラクター。だって執着あるからどうでもよくないわけだ。諦めの境地。諦めの境地ですよ、多分。ペガ、表面ペガサスだから、血玉だから、もう絶対が口癖だからね。絶対じゃないんだけど、絶対じゃないんだけど、もう、でも絶対で言っちゃうんだけどさ。多分ね、俺はやっぱ思うのは、これからの世界、本当ペガサスで言っちゃうと思うんですよ。認めちゃえば。そんな自分でいいんだって分かっちゃえば、執着しない。もう、しないな。結局人間としてどうやって生きるかっていうと、執着をいかに手放すかなので、ペガサスってもうそもそも執着ないんですけど、だから、もうそのスタートだから。そういう可能性が絶対にそうなんだよ、ペガサスさん。俺ペガサス持っててよかったなと思うんですよ。これどうでもいい。ペガサスさんにしたいですね、次に。そう、ペガサス持ってる人とかさ、そう。でも、あ、でもって話じゃない。でもって話じゃないんだけども、高尾さんもいざとなったらペガサスですからね。さっきのあの、あれですか、優雅のペガサスですか、キャラの裏キャラみたいな。うん、ちょっとこれは、通常のね、個性心理学っていう知識とかテキストにはもちろん載ってないんだけども、いろんな統計のね、こういうような学問からちょっとミックスさせた、見た時の、必ず物事に裏と表って絶対あるわけですよ。だから、個性心理学の敵、ね、カルテは、ある意味表の分かりやすい部分ですよって捉えた方がいいだろうし、でも、いざとなった時とか、ピンチとか、そんな時に出てくる、また自分の違った一面って絶対あるよねって話なんですよね。はい。あ、そこやっぱ私、ペガサスが。そうです。ペガサスもどうでもいいってなるっすよね。なるっすよねってさ。なります。そういう。ゾウさんですごい頑張って収録して、ブーってやるのに、もうどうにもならない、どうしようもない、どうでもいいみたいなさ。あ、もうなります。なるよねっていう。でも、頑張り屋さんの自分から見て、ふってその瞬間、どうでもいい。自分、何これみたいな話を知らないと思うんだよ。あんまり頑張って、努力してってさ、こんだけ一生懸命やってきたのに、いや、どうにも、もうどうでもいいって、こんなに頑張って、すんげえ頑張ってきた自分を、一気に執着手放すんですよ。あります何この自分ってこと、何この自分ってって、知らないと思う。ありますね。ね、知らないと思うんだけど、出たよって思えば、あ、そんな自分嫌よなって思って。え、ね、さっき。それは周りの人に言っとかないとダメですね。ね、だから私、いざとなったら自分で黒表になるから、もう本当に白黒はっきりさせようってなっちゃうんですよ、逆に言うと。羊のキャラクターでいいよ、いいよ、いいよ、任せるよって感じなのにね。普段任せるよって、みんなと同じでいいよって任せるよって言うのに、いざとなったらどうするの、やるのかやんねえのかみたいなさ、急に白黒はっきりさせなくなるけど。自分がやりたい。いや、ちょっと皆さん、柴犬先生にですね、ちょっと裏キャラのセミナーしていただきたいですね。皆さん。許可裏キャラのセミナー。全部ね、みたいな、この内容ね。でも、やっぱり知らないよりは知っといた方がもっと自分と仲良くなれるというか、なんでここの話をすごく大切にするかというと、このカルテの中に、カルテですよ。ね、写真が使う個性のカルテの中に、どこに小鹿っていうキャラクターがないにもかかわらず小鹿が出てくるような人もいるってことなんですよ。うわぁ、すごい。うん。で、うわ、それはみんな聞きたいですね。レポートに強いキャラクターしか出てこない。要は、ライオンだ、トラさんだ、クロヒョウさんだっていうキャラクターしか出てこないのに、実はいざとなった裏の顔に小鹿のようなか弱い自分がいたときに、ほとんど認めてないんですよ、ここの自分は。ああ、いや、わかります。ここで教わった。自分はペガサスのことを認めてませんでした。でしょ？って言ってるよ。だから、こんな時に何が出てくるかというと、だから、これ、リアルに話をしたわけじゃないからさ、あくまでも憶測。そして、その方の出版した本読めばヒントはあるのかもしれないんだけども、いつもこの例で出すのは清原和博なんですよ。え？清原和博がほら、51番の我が身一億円の最後。はいはいはい。結論から言っちゃうけども、いざとなったら小鹿が出てくるんですよ、51番は。あんな小鹿認めるかって話なんですよ。ですね。認めないと。小鹿の意味
イメージはないですもんね。だから、お願い助けてくれって一言言えたら、全然人生変わったんだろうなと思うけども、ライオンのプライドは許さねえよなって。で、そこに、で、確かに一緒にだったかなと思うんだけども、で、家族とも離婚されて仲間もいなくなってしまった。ってなったら、羊としての寂しい、うん。そしてライオンはハーレム。やっぱりそういった仲間が周りにいる。チヤホヤしてくれる人がいる。っていう、そういう環境いいよね。その奥底根底に、うん、どうするってなったらもう、うんうんうん、無理ってなるじゃん。仲間誰もいない。うんうん、でもプライドが、なんか、クワッタなんて言えなかったけど、クワッタがね、助けの手、ね、伸ばしただろうけども、素直にそれ受け、ね、つかめないよねって、なるよねって。ただ、あれだけ成功したような人で見えても、本当の人生というかね、人間としてのその気持ち、心の部分での成功したのかっていうと、これはやっぱそうじゃないんだろうなっていう。だから弱いところをどれだけ認められるかっていうところがね、私は重要だなと思うので、まあ、ブログにも書いてあるんですけどね、やっぱりほら、弱さを認めて受け入れた人ほど優しくもなれるだろうし、本当に強くなれるよねって話なので、ね、負け犬とかで言葉を書いたら、うんうんうん、弱いものほど吠えるよねっていうのもそういうことになっちゃう。臆病だからね。臆病だけど、守る。だから、昔の自分は吠えてましたよ。そして、鉱脈ワイルドも、すぐそれで攻撃したくなっちゃうから、でも、これにも意味はないな、とか、うん、ないわけじゃないけどさ。ある意味、その攻撃的なら自分でエネルギーも入るから、うん、てか、エネルギーガーってまだ出てくるから、うん、それもでも、今まで以上に必要以上に攻める必要はないし、攻撃的な口調を使う必要もないし、うん、今、うん、とかね。そう、まさに高橋さんが今出してるレポートは一部であって、それが表と裏であれば、実は表の一部であればというね。というところで、実はレポートの中にない、小鹿を持ってる人ってまだまだいっぱいいるんだよっていう、実は。ああ、いや、それ聞きたいですね。皆さんいかがですか皆さんいかがですか？ちょっと聞きたい。だからね、リカさんまた。うん、だから、ライブじゃなくて、セミナーで聞きたい人、スズモで、スズモセミナーで聞きたい人いません？ねえ。ねえ、多分5人から10人くらいで先生に、千葉県先生に裏キャラをちょっと調べていただいて、セミナーしていただくとか。いかがですか？調べなくても全部ありますよ。え？調べなくても、うん、でそれどうですか？やっちゃってますからね。はい。うん。エミさんは、うん、あ、まあ、またちょっと今コメント、ね。皆さん、はい。セミナー、受けたくないですか？ねえ、受けたくてもお願いしましょうよ、裏キャラ。そうです。まあ、皆さんでまたコメントの、ね、ここに載ってない。はい。コメントに残していただければ。うん、ね、皆さん、ちょっとコメントでちょっと残してください。裏キャラ、ここに載ってないキャラを知りたい方。私も優雅なペガサスって聞いて、あ、そうとか本当にあるんですよ。だから自分でなんで行っちゃったんだろうとかね。ペガサスが出てきたんだけど、冷静になればゾウが出てくるでしょ、うんうんうん、ゾウだったりクロヒョウが出てくるじゃないですか。そうです。冷静になれば。うん。で、ゾウなんか過去回想型だから、しつこいんですよ、また。今ね、ふっと思ったのが、レールが、高代さんの場合は、おそらくライオンのような自分と、タヌキのような自分も出てくるだろうなっていうのが多分自分の今の計算して。でも、はい、でも面白いのが、どんだけ掘ってもアース出てこないですよね。あれ、なんだっけ、あれ希望って何ですか、希望。希望は羊です。あ、希望羊は出てこないですね。希望羊でね、どんだけ掘ってもアース出てこないですよね。表面黒ひょうさん。表面黒ひょう。表面黒ひょうさんってね、さっき、裏にペンが刺すみたいな話もしたんですけども、そもそも理想がペンが刺す、はい。理想っていうキャラ、理想ってキャラクターないですよ。理想っていうキャラクターは個性視点上ないけども、自分が捉えてる理想、はい、これだろうなっていうのもペンが刺すなので、結構やっぱり何、どこ見ても、お金空間全てに縛られたくないは常に、高代さんの一品だから、プログラムみたいになってますね。うん。そうですね。そう。というふうに、まあ、ペガサスのキャラクターを持ってる人、多分理想みたいなところとか、そういうのを持つ人の一つの面白い特徴は、やっぱり人を上手に使うっていう人です。
そこから人をうまく使うですね。そうそう、だからやっぱり自分ないで、やっぱり持ってやっていくとかな、ただやっぱこういうふうにやるのも非常にいい方法なんだろうなと思うんですよね。そうなんです。だからできない、仕事ができない人を見ると、うん、あなたの居場所ここじゃないのにって思ってきたんです、ずっと。あなたはあなたが悪いんじゃない、そう、あなたはここじゃない居場所があって、うん、あなたはこっちやって思うんだけれども、うんうん、そういうところはすごいいつも思う、うん、もやもやしてましたね。でも今が私、適材適所じゃないところに自分がいるから、うん、自分変えていかないとちょっとダメですよ。方向転換しないとダメやなと思ってますけどね。うん。うん、本当に。まあ、あれ、こういう話したかどうかですよね。まあ今もうこれでもう1時間半普通に喋ってますけどね。まあ、あれでも、朝またね、実は明日4時に起きて、ほら、例えば、個人会員に入ってるわけですよ。で、今、コロナの影響で、あの、リアルのリ、ね、あの、モーニングセミナーっていうのもちょっと自粛傾向にあって、はい、でもほら、うんうん、ズームっていうものを使いながら、ズームを使ったこのモーニングセミナーやってるわけですよ。ああ、はい、はい。僕もほら、やっぱりパソコンやってたこともあって、で、結構ほら、スライド、結局画面共有からのスライド操作があるわけですよ。あの係りを私がやらせていただいてるので、はい、青森県内のやつ、ね、すごい。はい。で、でここで結局、うん、で、またスライド作り、まあ、大体まあスライドの作り込みは終わってるんですけど、うん。私がの寝坊する。もうよかった。今から作るって言われたらどうしようかと思いましたよ。あの、今日大丈夫。今日この一日、今日の何、右脳型、エネルギーポイント低めな人間なので、休みはまり外出してないから、家でゆっくりこう作ってるんで。よかった。でもまあ、大体できてるのでね。はい。です。なので、あんまこう、ね、長くならないようにって言いながら、結局俺が話をして、また長くなってしまうのか分からないですけど。まあ、1時間半ぐらいできたらいいなと思ってましたけどね。ちょっと待ってください。いいですよ。でも皆さん、どうでしたでしょうか。ね、3つ目のテーマどうしようかなと思ったんですけど、今日はこれぐらいでちょっと締めたいなと思うんですけど。今日そうですね。まあ、いろいろといろいろ、まあ。ね、まあ、皆さんからの反応とコメントも拾いながらいくとね、結構いろんな話もなりながらで、うん、また何か過去を振り返ると、あの頃もこの頃も手が出てたからかなって思う。あるある。私もですよ。自分の中の多面性が何かのタイミングで出たり入ったりするってことは常に一種類の個性で出てるってわけじゃないのでね。だから考えて何か出てきたときに、で、結局自分のどれかの個性が判断下してるので、その判断を何であんな決断したんだろうみたいなさ、思っても、あ、ありがとうね。そう。なのでね、あ、結局この時って自分のこれのキャラクターが出てたのかなみたいな感じで、納得してもらえたと思うんですよね。納得できました。そうそう。ね、納得。はい。ほら、なぎささん、裏キャラお願いしますとかさ。ねえ、皆さん聞きたいですよね。私も。トモさん、私も裏キャラ内容あります。リカさんはあります。あるんだって。ねえ、はい、知りたいですね。あります。じゃあ、もっとよかった、しべけん先生、次またセミナーしてくださいよ。はい、セミナーしましょう。はい。ねえ、セミナーしてください、ズームで。あのなんかみんないっぱい、あれ、いっぱいなんか、コメントいっぱい入ってたけど、ちょっと待って。すごいいっぱい増えてますよ。ねえ。あ、なんかいっぱい飛ばしたコメントもなんかいっぱいあるような気がする。うん。ありますよ。いっぱいもうね、なんか最後入れてくださってて、ありがとうございます。ねえ、ほら、鉱脈はモーハンの剣とか。裏切らない方もいるってことですかね。裏切らない。そう、皆さんコメントのやりとりでね。うん、裏切らないって方は、うんとね、あの、60キャラ見たとき、だから本質のキャラクターのみの60キャラを見たときに、裏のキャラクターがないのは8種類います。あ、そうなんですか。はい。一つ見てくれません？一つ、8種類のうち。あとですね、1番。長距離ランのチーター。は、裏キャラがないってことですね。はい。あら。あの、まあ、ちょっとね、マニアックな柴犬流で見ると、結構皆さんで、まあ、自分のなんかこの裏と表っていうのは、もう一回言いますよ。もう一回言いますが、今日これは小瀬氏 のテキストにない話なのでね、あくまでも可能性としての、そういう見方もあるかもなっていう前提で聞いてほしいんですが、うんうん、まあ、なんだろう、私は、
リズムとかレールという、そういったところをすごく重要視して個性を見ますよと言ったときに、結局、表面意識棒のキャラクターって、60分類されてないわけですよ。でも、まあ、レールに乗っけてみるとか、で、私の場合はリズムにも乗せてみようみたいなことをしてみる。まあ、結果どういうふうな見方をしても、そこに、あれ、このキャラクターがいるから番号ついたとか、つく、いうふうに見たとき。じゃあ、高山さんの場合は、なんだろうな、石に小鹿さんいましたよね、小鹿さん。はい。はい。この小鹿さんが、はい、体重、マイペースの列にいるのね、と言ったときに、11番の正直な小鹿がいるわけですよ。はい。この11番についた瞬間、はい、この番号ついた瞬間、裏が出てくるよって話です。おほ、難しい。で、この11番の内容って言ってみて。あ、じゃあ、番号つかない人いますよね。つかないですか、はい、います、います。番号つかない人はないってことですか？出てこない見方です。あー、はい、なるほど。リズムとかで影響を受けて、影響を受けて番号がつくかもしれない。一応番号がついたと仮定するならば、その番号がついた瞬間、裏が出てくるという見方ですね。はい、すごい。それすごいですね。はい、それをあの中で常に、はい。まあ、計算してやってるっていう感じです。はい、うわ、すごい。これすごいですね。ちょっと皆さんでセミナーしていただきましょうよね。で、エリコさん、全員裏切りますよね、とかな。はい。はい、コメントはもうそうです。ぜひですね、先生、ちょっと次は。はい。はい。またそうですね。で、まあ、こうやって無料のライブ配信もたまにしていただいて、もしよかったらですけれども。しゃべらないと、そのしゃべらないことでストレス、ストレスになってきますから。はい。またネタが思いついたら。はい、あれですけれども、じゃあ、このね、話がきっかけに、ちょっと裏キャラの、セミナーしていただいて、ね、はい、皆さんのこれからにも活かしていきたいなと思います。これ次の、そうです。はい、次の、ここは私から出せない。私から出せないんですよ、コメントが。いや、出せ、本当ね、田中智さん。登録しておかないと。田中智さん。できるんですね。田中智さん。うん、はい。セミナー。一緒に受けましょうよ。ねえ。ちょっと先生の、ちょっと受けましょうよ、一緒に。ね。ということは、裏いっぱい持ってる人もいるんですが、結論から言いましょう、結論から。本当にこれありえんのかって話なんですけども、動物キャラって12分類じゃないですか。12分類。はい。うん。うんうんうん、で、本質、表面、意識、希望っていう、ここで4つあるわけですよね。で、自分でちょっとここに仮のキャラクターとして理想っていうのをちょっと出てます。これは理想ってないですか？なんとも言って、理想っていうのは。希望じゃなくて理想なんですよね。違うんですよ。ちょっと違う。ちょっと違う。その希望、理想というのが高代さんの場合、ペガサスなんですよ。あおでもね、先生、私。ペガサスも強いですよ。時間入れなかったらペガサスじゃないんですよ。うん、あ、ペガサスなんです。時間を入れなかったら。それです。ただ、それも意味があるんですよ。ああ、なるほど。うんうんうん。なるほど。だから。時間と呼ばれる感じになっちゃうんだけどね。時間入れなきゃ関係ない。そこのグレーになるキャラクターもしっかり意味があるってことです。なるほど。すごい。それはすごい話だ。で、自分がそこが狼なんですよ。時間入れ。で、その狼のやり方ばっかりしたくなる。絶対人の真似したくないですもん、俺。何やっても、どんなことやっても絶対パクるんだけど、パクるんだけど、同じようにはやろうとしないと思うんですよ。うん、うん。そのアレンジ加えとする。これってどっから来るのかな？だから羊なのに群れていたくないっていう、のも、狼も強いし、だから狼のような生き方を憧れるし、だから狼のキャラクターの講演かセミナー講師が大好きなんですよ。はい。うん。意外と好きですよね。はい。なんていう。ほらここにゴスミのキャラクターがあったとするんですね。ゴキャラ。このキャラクターに全部番号をついたらどうなるかって話ですよ。わお。なるほど。で結論が出る。だから私言うならペガサスなんですね。そうですそうです。はい。なるほど。でこの、うん、で12キャラのうちの最高11まで見た人ですよ。全部じゃないですかって話ですよ。わかる。12種類のキャラクターで表しますって。私の構成これを除いた11あるんですって。その人って長いです。
でしょ11話。だから人間って、だからそんなシンプルで単純なものじゃないよっていう感じなんだけども、分かるのが単純ですって話。分かっちゃったら単純なんですよ。ただ12のうちの11が出たり入ったりするよね。じゃあ今11のキャラクターのどれって思えばいいの？なんか。わがんまいともじゃない。わがんまいとこんな。若手もこうなんだけどさ、最初はね。なんかね、なんか病名がつきそうですよね。そう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 。一個一個のさ、で動物が、あの、動物のキャラクチャー、キャラクチャーだったよ。キャラクターってキャラクチャーだったよ。これ飲んでないからね。今日飲んでないから。飲んでないから。飲んでないです。今日ほら、一個一個の動物じゃなくて、一個一個に自分がさ、仮にジェシーとかさ、マイケルとかさ、なんか、人格つけたら11人格って話だからね。すごい。もうそもそも人間多重人格だよねっていう前提ですよね。そもそもそうですよ。そうですよ。うん、ただ、11は俺もびっくりしたけどさ、さすがに。もうなんかちょっと、千葉県の見方でちょっとマニアックな見方をしても、俺は12分の6だからまだ半分なんですよ。じゃあ私ライオンもいましたか、ライオンもいましたか、多分ライオンもタヌキも出てくるだろうなと思うので、タヌキは嬉しい、ゾウクロヒョウなり小鹿羊、あ、羊だ、そこにライオンタヌキ、天狗さん何も出てくる、何も出てくる、いやでもね柴犬先生、またそれにラブ、あ、ラブをまだラブ、まだラブコール出てくる、これこれに当てはめたら私最強になるじゃないですか、また今のから、そうよ、それまでまだ入れ込んでしまえばね、そのほらプラスされるキャラクターもやばい私やばいですわやばい、そうだから、あの、まあね、人間ってもう生まれた瞬間さ、何も否定するとこはないよっていう意味での完璧っていう見方をすれば完璧なんですよ。うん。完璧。だからそのための、ね、そのため性をもっと完璧の状態。ね。うん。子っていう考えで。まあ、もちろんここでもっと練習するんで、はい、本当にできるようになった完璧とはまた違うんだけど、存在としては完璧でいいよねって話だからね。でもこれがもう多重すぎてさ、複雑すぎるから、誰も完璧とは思えないしね。もう、だって分かっちゃえば、おお、これでもう完璧だよねって話だからさ。わかんないから不完全すぎるみたいな、もう意味わかんねえしみたいなさ。だって、中二分の中一とかほとんど真反対持ってるってことでしょ、はい。あらゆる体格持ってるでしょ、だって、中二半分やと。そういうことですね。そういうことですね。あるうちの5つの体格持ってるんだもん。そういうことですね。この円グラフですね。そうです。そうです。もう本当にいい。そうです。もうキャラクターの真逆が5つあるわけですからね、11万って。素晴らしい。その方、ちなみに女性ですか、男性ですか。もう忘れちゃったな。あ、でもね、あの忘れたっていう前よりも、私のカウンセリングセッションほとんど女性の方しか受けないので。そっかそっかそっか。はい。やべ、コメント全然見てねえわ。あ、はい、どうぞどうぞ、皆さん、すっごい盛り上がってくださってますよ。そうそう、あ、そうそう、あ、な、ほら。えいさん、そう、ふみやきさん、そう、あの、中村ふみやきさんも、あの、10番の順応せなるおかみさんだったかなと思うのね。ああ、うん。そうなんですよ。やっぱり、おかみさんはやっぱり、うん、聞いてて、すごすぎて今回、ライブもう一回見ないと頭整理できません、そうね。ですよ。病気。じゃあ、病気じゃない、病名。病名つきそう。この病気でだけ書かれたらさ、また誤解を生むって、何の、もう、一歩喋った後のここだけ病気って、いや、俺が病気かと思うけどな、うん。動物に名前斬新、動物に名前。だから、その動物で、個人心理学を知らずに、知らないけども自分で11の人格があったら、どうやって名前つけるのって、次の病気って、マイケルとかで喋った話だから。じゃあ、あの、さんが出てきたら外国人にしたらいいですね。そうそうそう。また、あの、狸のキャラクター、ジューバ風な名前しないとダメだからね。そうそうそう、ちょっと古い感じのね。
それは、サルって猿之助とか、ちょっと歌舞伎っぽい名前とかじゃない。それが喋りながら三脚になってたらダメ。なぜ一郎太郎花子じゃないの、わかんない。俺食べない。名前つけるのになぜさ、やっぱりペガサスとチータのキャラクターが、なんか英語の名前つけたくなったんだよね。そうだけど。セミナー。何が言うの？多分ね、そのまま何ですかね、タブ&ラブ&セックスかな、個性心理学の。これでしょ。そうそうそう。はい。これこれ読む心理学の本です。はい。ね。はい、です。皆さん、ね、興味あるでしょ、女性は全員買ってもらってますよ、私の講座に来てくださった方は、ね、今。ですです。全員その場で Amazon で注文してもらってますからね。これは。最強ですから。皆さんどうぞ。なるほどね。今日も。今日も皆さんのおかげで大変盛り上がりましたね。いや、最後終わるっていうか、駆け足でバーってなんか喋りましたけど。何言いたいかって、もう個性心理学は、なんだろう、まだまだいろんな統計学のエッセンスを混ぜる。だからこの、なんだろう、結局、誕生日から見えてくる、見える結果結論って一個じゃないとおかしいんですよ。絶対。データであれ、統計であれ。ただ、これを見方捉え方、角度が違うから教え方、伝え方とか、ニュアンスがね、違うというだけの話で、行き着く答え一個じゃないとおかしいよねって話なんだね。ただ、それに、だからこそ別ないろんな統計学から出てくるエッセンスを混ぜてみたら、もっと奥深いんだけども、もっとめんどくさくなるかもしれないけど、分かっちゃったらシンプルですよっていう、シンプルにする過程の中のめんどくささみたいなことを俺やってるんですよね。うん、全部ひっくるめてそれでいいですよっていうくくり方なんですよ。そういう多面性、いろんな悩み生まれるような自分でいいですよっていう、やるために細かいところを見つけていかないと。うん。結局なんでどうしてっていうのを解決するためには細かいところ見ていかないと。うん。でも細かいところ分かっちゃったら、最後全部ひっくるめて、はい、それが自分ですよとか、自分かもしれませんよね、OK ですよっていう。ということをするためにはね、やっぱそういうようなことをしていかないとっていう、何真面目に最後終わろうとしてたみたいなさ、感じだけどさ。うん、まあ、その、飲んでない。今日飲んでない。今日飲んでないです。なんで喋りなさいから大変、多分、ね、勝手にた、あの、なんとか発行が始まるんじゃない、俺多分喋り始めると。なんとかね、いや、それで、うん、俺はもう入るのやりませんだけどね。はい。オッケーです。そう。あれ、間違えた。はい。こっちを。知りました。喋りました。もう、あ、そうか。なぎささんまたさっきの本ですね。さっきの本。はい、さっきの本。多分、リカさんも買うって書いてあるね。はい。あのね、皆さん、今日で何冊売れましたか？私、この本に、この本に。ね。あのですね。皆さん、じゃあこの本の使い方はですね、今度は柴犬先生のその裏キャラのセミナーしていただくときに、チラッと使い方をお教えします。もしよかったら、チラッとお教えします。女性ばっかりお集まりください。その柴犬先生の裏キャラのセミナーのときに。これね、じゃあ6月にしましょうよ。6月にお願いしますよ、先生。裏キャラのセミナー。もちろんです。ね、ほら、はい、じゃあ、ズームでお願いします。ズームで、OK です。で、このほら、ね、今日のライブを始める前に、結局ほら、私は依頼をいただいてから初めてスイッチが入りますよって言った、いうようなね、話がまさに、こういう感じで、依頼いただければいいんですよってお答えして、決まっていくという、はい、そういう感じで。はい。OK です。はい、じゃあ、私が、皆さん、ちょっと、募りますので、はい、できれば私、日曜日がありがたいですよね。あ、全然いいですよ。もう私はいつでもウェルカムです。日曜日の午前中とか昼間とか、そういう時にちょっとお願いしたいと思います。はい、OK です。いいですか、皆さん。皆さん大丈夫ですかね。はい、使い方もお教えしますので。ね、最後はこのね、エミさんのラブ、うん、またどうぞ。これが出てる状態で、これ今日は終わりたいなと思いますので。このコメントで、このコメント、エミさんのこのコメントで今日は終わりたいなと思います。そういうともさんもこう。ね。はい。うん。じゃあ日曜日に、ちょっと、土曜、6月の日曜日に、ちょっと、調整して、先生にオファーしますので、はい。はい。
皆さんお集まりください。はい。ぜひ。そしたら今日は柴犬先生、本当にありがとうございました。いいお話、たくさん聞かせていただきました。ありがとうございます。じゃあまた今日も皆さんも本当に盛り上げてくださってありがとうございました。また引き続きコメント入れてください。はい、ありがとう。もう全然、ね、みんな盛り上げてくれてありがとう。1200回の再生いたのでね、まあ今回はそれが超えれば嬉しいなということで。はい。はい。じゃあまた。はい。はい。はい。最後のあれですね、そう。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。また。はい、皆さんありがとうございました。だから、ね、最後終わるのね、グダグダになるんですよね。なんか終わり方が得意じゃないっていうね。うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。うん、はい、はい、ありがとうございます。